今日紹介する本はこちら経済の不都合な話。この本は経済学という学問について書かれています。読み終えた感想ですが、2021年、早くも僕の今年のベスト3に確実にランクインする本です。皆さんは経済学と聞くとどんなイメージをお持ちですか人間の感情を含めた心理を無視して世の中の全てを数式化したがる学問なんて悪い印象を持たれている方も多いのではないでしょうか 実は僕は経済学が大好きですこのように様々な学問がありますが経済学ほど惚れ込んだ学問はありません経済学は理屈で考える学問です理屈をこねくり回すと発展してまあ、理論となるわけなんですが経済学でも理屈をベースに事象やデータを検証した結果を踏まえながら経済の動きを考えていきます それがあ現在の経済学は1776年にアダム・スミスが書いた国富論論といいう理論を元に発達しています以来高度な数学や詳細な分析データを使ってお金が絡むものを中心とした社会問題を解決したり新たな政策を立てる上で役立ったりしてきましたさまざまな人や組織経済主体市場で物やお金を交換し合う行動をある仮説をもとにモデル化しシンプルかつ理論的に説明しようとする学問 経済学は経済主体が経済的に合理的な行動すると想定しています平たく言えば人は常に正しく損得を計算して行動するだろうということですもちろん人間は必ずしも常に経済的な動機のみで合理的に行動するわけではありませんしかし世の中全体を長い間観察していくと多くの経済活動は経済的な意味での合理的な行動を想定することで説明がつきます ここで言う、まあ、合理的な行動というのはある経済的な目標を達成するために、まあ、与えられた制約の中で最も望ましい行為を選択する行動最適化行動っていうんですけどもこれを指します。なのでねこうやって言うとちょっとね堅苦しいっていうかそんな人間ロジックで動かないよとロジック人間みたいなね 感じで聞こえちゃうかもしれないんですけども、まあ、学問としてはね。こういう進め方で成り立っています。僕は非常にね。興味関心があるというか、大好きな学問です。まあ、話を戻しますと、この本書、我々が生きる。この経済目の前にある市場が経済学という学問から、まあ、少しずつ何て言うんでしょう。距離を置くというか離れていってる。そんな感じのことが書かれています。皆さんはあの最近の新聞やニュースを読んでどうですか？教授学者官僚政治家。 各機関のトップの提言がことごとく外れる、まあ,あの機能しない経済政策、低迷する日本経済、なかなかねデフレから脱却できないとかいろいろ言われますけども、そうかと思えばかつてないほどね異常な上昇を続ける株価。 30年ぶりのね2万9000、まあ、おめでとうございますと僕株やってるんで嬉しい限りなんですけどもそれからまあなんて言うんでしょう株価はねそれだけ跳ね上がってお金がそっちに回ってるんでしょうけどもそうは言ってもね現実的に恐ろしいほどまでにね息を潜めるインフレそれからまあ各企業も含めなんですけども繰り返される下方修正であったりとか政策の延期延長こうやって考えるとなぜ当たらないのかなぜ思った通りに事は運ばないのか その原因は人間の感情さえも数式化できるそう信じた経済学の傲慢にあるのでしょうかもしくはそこにとどまるために経済学が経済学足りえるために数式化を余儀なくされたのか面白いですよねこうやって考えると数式化を求めた経済学なぜかっていうと、まあ、そうでなければ、まあ、そうじゃないと数式化できなければ科学とは言えないからなんですよね。 本書では、合理的な思考決定手法と数式を採用した経済学が抱える矛盾に焦点を当て、経済学という学問の歴史的背景、学問として認められるまでのプロセス、現代の経済学の苦悩を描いています。本書の中に経済学という学問について、ぜひぜひご紹介したい箇所、2箇所ありますので、引用しそのまま読み上げます。 マーケティングを含めて経営学というのは心理学、人類学、政治学、歴史学などと同じく社会科学の範疇に入る。社会科学とは社会とそこに住む人間同士の関係性について考える学問だ。研究方法が自然科学と同様に実証的かつ合理的であるとしても対象となる人間の心理や行動は個人によって異なる。社会科学の場合、自然科学のように単純で厳密な一般法則を定立することは困難だとする百科事典もある。ところがなぜか 同じ社会科学に属する経済学だけは自然科学と同じように一般的に通用する法則を作ることができると考えているようだ他の社会科学は社会で起こっている現象や事実をもとに共通点を見つけ抽象化し理論を作ろうとしているのに経済学は理論を作りそれに社会を当てはめようとしている節がある自分たちが作った理論に社会のメンバーである私たちが従うはずだと考えているようにも見える例えば最近の金融政策などはそのいい例だ以上です もう所あります経済学が他の社会科学と分かれて一つの学問として独立して扱われるようになったのは国府論が発表さされれた1780年代とされるしかしその頃の実態はスミスの職歴から分かるように独立した学問というのには程遠い状態だいずれにしても19世紀末までにおける経済学者の地位は低かった。 ケケインンズを生んだケンブリッジ大学でさえ、経済学は心理学倫理学論理学とともに道徳科学の学習過程で教えられており経済学専門の学科ができたのは1903年になってからだ18世紀から19世紀を通して大学に入る学生は実用的で就職先が見つけやすいということで数学や物理学科学といった自然科学を勉強しているものが多かった。 彼らが宇宙に共通する法則を見出したニュートン力学に夢中になり経済にも法則を見出しそれを数式化して自分たちが研究している学問を科学に消化させたいと願ったのは当然のことかもしれない以上ですいかがでしょうかわずか2箇所ほんのちょっとご紹介させていただきましたがこの本本当に本当に深く深く経済学という学問を追求した本になります以上 数のおすすめの一冊になりますのでお時間ある方はぜひこの動画の下の備考説明欄に出版社や目次など本の詳細を記載しています参考にしてみてください See you!